亀八食堂は、三重県亀山市基町にある、焼肉店。亀山市を通過する、幹線道路を往来するトラックの運転手や、近隣の工場労働者、ツーリング中のライダーに親しまれてきた店舗であり、店独自の味噌だれで具材を鉄板に広げて焼く、スタイルを特徴としている。亀山市のご当地グルメである、亀山味噌焼きうどんの元祖、発祥の店とされるが、同店のメニューに、 亀山水焼きうどんはない。コロナ対策として都道府県の中で独自に多いとされる3県を指定、区別、バイクの来店も断っている。亀山市は関東地方と近畿地方を結ぶ国道1号、東名阪自動車道、新名神高速道路が通る交通の要衝であり、多くのトラックが行き交っている。高度経済成長期には、 国道1号をトラックが昼夜を問わず通行し、亀山は交通の難所である鈴鹿峠を控えていたためたびたび渋滞し、運転手の休憩地点として利用された。そうした運転手を対象として焼肉店が次々と開店し、そのうちの1店に亀八食堂があった。彼らが食事の締めとして残ったタレにうどんを投入して食べたのが亀山味噌焼きうどんの始まりである。 ただし、亀山味噌焼きうどんという名前は、店側がメニューに掲載していたわけでも、運転手の間で呼ばれていたわけでもなく、ご当地グルメとして宣伝するために付けられたものである。客のほとんどが、トラック運転手で占められていた頃は豚、牛、ホルモン A、ホルモン B しか、肉類のメニューはなかった。ホルモンは、臭みが強く、臭みを消すために、地元で使われている赤味噌に、 香辛料を加えて提供したのが味噌ダレの始まりであり、亀山の焼肉店では独自の配合を凝らした。また、亀山の焼肉店では、網焼きではなく鉄板焼きが一般的であったことも、味噌焼きうどんへと発展する素地となった。焼肉店が数ある中で、亀八食堂は、テレビ CM を打ち、トラックの運転手中心の客層から、 女性客や家族連れを含む多様な客層に変化した。この CM の、来てね来てよねというフレーズは、三重県民に広く知られ、亀山市で食される味噌焼きうどんの認知度も上昇した。また、肉類のメニューに、ロースやカルビなどが追加され、店舗の改装も行われた。一方で、大雑把と評される店の個性が変わることはなかった。 1995年に亀山バイパスが開通すると、トラックの流れがバイパスに移り、旧道沿線の焼肉店は苦境に立たされるが、亀八食堂は生き残った。亀八食堂の焼肉の濃厚な味噌ダレの味、鉄板に広げて焼くという豪快な調理法、大雑把と表現される店舗の雰囲気を特徴としている。レジ前にはパック詰めしたオリジナルの味噌ダレは積まれており、 購入することができる。うどん玉は味噌だれをよく吸い込むように、スーパーマーケットなどで売られているあまり腰のないタイプの麺を使っている。店舗の外観は古き良き道路脇の食堂の雰囲気が出ている。店内には鉄板を設置した4人掛けのテーブル席がずらりと並び、食事時には満席となり、待ち行列もできる。改装前の店内は土間で、客はほとんどが トラック運転手と初心者には入りにくい雰囲気があったという。水や茶はセルフサービスでコップとしてワンカップ大関の空き容器が給水器の前に置かれている。これを亀八食堂では資源の再利用と称する。店頭に近隣に多大な迷惑をおかけするため旧社会暴走族及び暴走族風の単車でお越しの方の入店を お断りいたします、店主という張り紙がなされているが、実際には、店主の主観により判断されるため、中にはディーラーに入店拒否されない車両であっても亀八食堂では入店を拒否されるケースがある。メニューは、ロースやカルビなどの肉類、味噌汁、ご飯、漬物、うどん玉、焼きそば玉、サラダとアルコール飲料、ソフトドリンクであり、亀山味噌焼きうどんはない。 肉類を注文すると野菜が自動的にセットでついてくる。注文すると店員がまず、キャベツともやしを鉄板に広げ、その上に肉と味噌をのせる。肉は部位ごとに分けることはせず、まとめて鉄板に乗せられる。あとは、客が自らトングを使ってかき混ぜながら調理する。客が自ら調理するスタイルのため、特に決まった調理法があるわけではないが、 一般に適度に肉や野菜を食べ終えたところでうどんを投入して炒めて食べる。これが亀山味噌焼きうどんであるが、客が思い思いに調理して食べる裏メニューであり、ご当地グルメとして売り出されるまで亀山味噌焼きうどんという名称はなく、店側が亀山味噌焼きうどんとして提供しているわけではない。亀八食堂は地点を焼肉店と考えており、 亀山味噌焼きうどんを注文してもうちにはないと答えている。三重テレビ放送でテレビ CM を放映していた。ホームビデオ風の映像と、来てね来てよねというキャッチコピーが印象的な CM であった。亀八食堂の焼肉味噌だれの焼肉を食べ終えた後の鉄板で締めにうどんを炒めて食べるという亀八食堂の裏メニューをご当地グルメとして売り出したものが、 亀山味噌焼きうどんである。特定店舗の裏メニューから始まったため、ご当地グルメとして亀山味噌焼きうどんを宣伝し始めた頃には亀山市民でさえも知らない人が多く存在した。また亀八食堂は当初亀山味噌焼きうどんの取り組みに対し関係ないから勝手にやってくれというスタンスであったという。これは亀山味噌焼きうどんによる地域おこしを仕掛けたのが 飲食店関係者を含まない一般市民や市役所職員で結成された任意団体であり、亀八食堂は彼らの活動をただの遊びとして捉えていたことが背景にある。その後、亀山味噌焼きうどんを仕掛けた亀山味噌焼きうどん本舗は三重県内外へのイベントに出展して亀山味噌焼きうどんを広めることに成功し、テレビ番組金ちゃんの日本元気化計画、 秘密の県民賞で取り上げられた。特に県民賞は3日間にわたる入念な取材を行い、番組放映直後には亀八食堂に客が殺到し、うどんの在庫が尽きるほどの売り上げがあったという。亀八食堂は2015年10月現在の亀山味噌焼きうどんマップに掲載されているが、あくまでも亀山味噌焼きうどんというメニューはないとしている。ありがとうございます。